はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッドライブ配信、ゲーム始めていきましょう。していきましょう。誰？私は 31C の桜庭セーラ、先制術師です。当たるも八卦、当たらぬも八卦、占いとはそういうものです。体調不良や睡眠不足の状態で臨まないようにしてくださいね。今回もメインのストーリーを進めていきます。多分イベントはできないはずなんで。これ条件があるはず。メインストーリー第2章クリアする条件がある。で、今第1章デイ3なんで、まだまだですね。これ話飛ばされちゃいますよね。普通だった。とりあえず誰かを。しまった。飛ばしてしまった。今日もありのか。なんか面白いことを探しながら行こう。反骨精神は忘れない。そうさ。何ですか？今取り込み中ですわ。つまりあっち行けってことですわ。視界から消えてくださらない？ Get out ですわ。怖い。なんだ、よくそんな脳天気そうな顔でいられるね。あんたあれだね、初日の戦闘に参加してた。楽しみだね。何がって？すぐわかるよ。武士のような人。我に何か用？寝ているわけではないぞ。初日に見かけたな。骨のありそうなものだな。日々精進せよ。我らの命など、燭台の灯火のようなもの、吹けば揺らぐ間もなく消え失せる。そう、簡単にな。見ない顔ですね。はい。もしかして、あれだ、後輩ですか？そうか。すごい自信ですね。か、いいな。私も天才です。刀か。次に対峙した時どちらが真の天才かわかるでしょう。それではまたいずれ。
なんか何かご用が終わりですか。画面ついてる。私の秘密が知りたいですか。一緒だよ。それは稲荷の神のお導き次第です。まずは清い心でお過ごしください。稲荷コンコ恋よは。たくさんの人と会えるな。お前は三一への。私は。この後予定があってな。また話をさせてくれ。その時を楽しみにしている。カヤモリ、司令官からそれとなくほのめかされたんだが、今日はチーム全体での力を見られるらしい。準備できたら行こう。ここ行き止まりじゃなかったっけ。逃げちゃダメだ。いいのかよこれ。まあ行きましょう。準備できたって、いや行くんだけど、はい、さて今日の戦闘訓練は。さあ瀬戸ちゃん、あなたたちのチームワークを試します。相手はほらやってきたわ。先輩なんだ、サマルジーは。先輩よ。え？3日目にして格上とやれってかよ。それだけ期待しているということよ。我々は。でも、実を言うと怖いよね。何に対するデモなのですか？待ってましたに対する。そんなこと誰も言ってません。うん、私の中で思っただけだし。ちゃんと述べなさい。そのような確かに良くないよね。許してやってくれよ。こいつくるくるパンだ。こいつだから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。それとその頭の中で思ってることを途中から口に出すくせやめろよ。あるよね。頭おかしいやつ通り越して怖いよ。また会えて嬉しいよ。あ、お前。あの時のかっこいい人。ごきげんよう。お、稲荷コンコン。やれやれですわ。はぁ、相変わらずの個性派集団だな。あんまり先輩をバカにすると剣のサビにしてしまいかねないよ。生意気なガキどもさ。あら、いや、6人ですね、はい。え、誰のことでしょう。帽子を買っても一番背が低いからな。確かに危なかった。なんでセーフなってんだよ。アウトだよ。私は白川優奈、サンマルジーの部隊長。これか。みんなも自己紹介を。サンマルジーの瀬川らちえさん。同じくクラサトミよ。クラサトミ。我は月城モナカ。なんていう名前だ。サンマルジーのキリュウミュウです。キリュウミュウ。小笠原久美と言います。はい。さあしかし3分。自称か。お前ほどのやつが起用されてるじゃねえか。司令官、カラータイマーが3分。本気でどうぞ。受け負った。では全力で。そんな下手したら死ぬ。さあ大ピンチ。勝負討伐時間。同じ敵を倒してもらい、トータルの時間で勝ち負けを。お前本当に戦艦の艦長だったのか。次の敵の難易度はどのくらいな。最前線に出現するキャンサーの平均に近いわね。目標時間は180秒。ちょっと強い。出撃するセラフ部隊ならクリアしてほしい数字ね。結構シビアだぞ。うん。サンマルジーとの勝負とは別に、目標時間内に倒せなければ3日後の試験はクリアできないと思った方がいいわね。それでは両部隊とも準備してください。我を本気にさせられるかな。バックアップはあたいに任せね。クリアしないと2章に行けないってこと。目に物見せてやろうぜ。当然や。いかついはカッコだけやで。救世主の力見せたるわ。望むところでしょう。うん、ええ。ケイと怖いな。朝倉海も一緒です。それぞれ電子分身手帳をかざしてセラフィムコードを唱えてください。
くい。まずは硬いな。まだ大丈夫。こっちはヒーラーか。それクリーン様に交代して読みました。体勢はようわからんかった。イベントあったか。雑魚すぎましたわ。話にならぬ。くそ、負けた。うちのサイキックをもってしても勝てへんなんて。相当な力量差があるよね。うまくやったと思ったんだけどな。サイコキラーのカレンちゃんの苦言にかかわって。嘘、この私が本当だ。お前クリーンタワーエースもいたのに。負けてるからな。チームワークもまだまだいいと思ってたのにな。なあめぐみ、いーちゃん同意そうにないに同意求めんなよ。本当だ本当だ。いい、セラフによって敵に対する得て増えてがある。体勢をよく考えて出撃メンバーを編成することが勝利に必要。このままでは3日後の適正試験を突破するのは厳しいと思っておいた方がいいわ。もっと効率よくダメージを与えることが可能なはず。 SP を回復してその辺りを反省しておくように。やったんだけどな。そういえば白虎は苦手だったっけど、もう一人のあの攻撃スキルはすごい効いてたな。本日は以上です。お疲れ様でした。白虎も結構削ってたかな。ライ麦。痩せた土地では小麦が育たないからライ麦の黒パンしか作れなかった。だから白パンは贅沢品の象徴のようなものなの。どうでもいいことだけ詳しいんだなお前。このパスタも見た目地味な割に美味しい。ペペロンチーノね。うまいからシェフを呼んで褒めたたえよう。チャイムはどこだ。そんなものないし、あったとしても給食調理師しか来ないと思うぞ。あとは帰るだけと。隣にいるのが三十字はまだいる。今日は相対した連中まだまだひよっこも同然だったね。お、クラス里美、まだ3日目じゃないか。そう考えると行く末に期待は抱ける。あんなガキどもに寛容なことですこと。やんちゃが過ぎましたよ。我らだってあんなものだったろう。それはそうと、明日の作戦はどうなってる。高崎方面のキャンサー相当です。高崎、高崎ドーム周辺でキャンサーの目撃例が増えてるそうですが、観測班からの情報で
前橋にもドームがあってな。司令部からは広範囲での間引きの指示だ。クラ、ルートの選定を頼む。そうや、前橋ドームってアイマスのライブに使われてるのな。あ、いいよ、白川ちゃん。了解です。明日は朝から戦場を駆け回ることになる。うん。今のうちに。え、これフラグだったりして。死ぬなぁ。30G 全滅しましたとかなきゃいいけどな。何？なんかまた一般通貨アリーナにレベル3が追加されました。じゃあやってみようか。そうだ、アリーナやって成立をスタイル素材もちろん行く。アリーナで組んでる。行こう。こんばんは、かやむりさん。訓練に来たのですか？そうだよ、自由軸起動準備。じゃあレベル3をやっていきましょう。でもね、このメンバーしかいないしね、結局。そのまま行くか。ヤコはレベルが低いからか、さっき攻撃力少ないと言った。相性はまた別かもしれないぞ。さあ、キャンサー3体。まず普通に、これです。こいつです。はい。こいつやらねばならない。あれ？あ、そうなんだ。こいつまだ動けない。ブレイクバースト打ってもよかったかもな。まだでブレイクバーストを打つ。もらった。めちゃくちゃ答え。決して触れさせません。焦らず慎重に行くぞ。削られてるな。でもまあもうちょっと余裕あるか。まだだ。ハンス。これでどうだい？このアングルからならどうでしょう。お、あの相手の一人のシールダーが阻害た。このままクライマックスと行こう。で、コガちゃんにチェンジしてですよね。で、サンがダメ。スラッシュクロは使える。ナイスー。倒せてない。一体。で、コガちゃんからこっちも回ヒーラーなんだ。ヒーラーはいらんから。ブレイクバースト。サンガン。一体倒した。先にブレイクワースの方が良かったんだから。サンガを遭遇。あ、やばい。交代交代。水分補給。後でギャラをお支払い
願いします。よし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 、残り1体決まった。もう一回やってみましょうか。ちょっとレベリングでなんで省略するか、1位カットします。ということで三突っていうのもやるんだ。行きましょう。3回実はプレイしてました。だいたいターン6ってとこですね。ここでかかったのは、んなんだこいつ、一体だけやん。歴史機スラッシャー、まあいつも通りですけどね。さ、1回目は無理なのか。1回目は通常攻撃、当然1体強いですからね。強いし攻撃力もあるはずだから。違う、リカバーじゃない、まだ早い。ダメだ、じゃあリカバーするしかない。なかなか硬いな。実際この6人だけだもんな、強いのは。もうなんか色が変わってんのは何だろう。まだ解けない。前衛だからな、前衛だから攻撃が回復できるとは言えないんじゃないの。ようやくブレイクした。怖い、なんだ今の。もうちょっとだ。違う、あ、なるほど、さっき参加してなかったんだな。強いなこのホワイトベア。全員レベルアップです。もう一回プレイします。略です。やっぱりターンが、あ、さらにだが加わった。やるしかないやんこれ。無理ない特訓が多いね。お、今度は3体だ。3体に、まだなんだよな。だからお任せください。速度が高い。
残り1体。しかも真ん中の。サナ使える。サナ使える。このアングルからならどうでしょう。よくない一撃だよ。なかなか真ん中は強いな。アパッショナート。削ってはいるけど。すごいな。あ、いや、その必要ないか、まだ。通常攻撃だ、このターンは。もう次のターンかな。で、おたまさん入れて回復して、あとはこの人たちはスキルを使う。そんなことはない、大間違いだ。そんなの、もう一回プレイ、これも略です。飛ばします。これで全部終わりですね。訓練終わりか。レベルは結構上げることはできましたが、しんどかった。結構やばいなって思った。解放できないんだよね。アイテムは不足してるんか。もらったピースがないと解放できない。と一緒、前回と一緒だな。リュウリしやがって。誰かいる。よう、そんなことしてないで遊ぼうぜ。なんや自分、邪魔しに来たんか。なんの、自分がそんなこと言うたんやろ。何してるかわからんで言うたんか。なんでこんな早口なんだ。は、自分と一緒におるとアホが映るわ。自由時間ぐらい一人にしといてくれへんか。一人でいたって退屈だろ。サイキック能力の訓練しとったところや。いきなり訓練が始まった。でも突っ立ってただけだよね。瞑想しとったんや。立ってるのと同じじゃん。全然ちゃうわ。空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージを描いとったんや。なんで。それでサイキック能力が鍛えられるからや。なんで自分みたいなやつに説明せんとあかんねん。集中力が大事なんや。邪魔すんな。なんか通っていった。これレベル上がるの。どこに行ったんだろう。まあ考えるといいと思う。あ、ここまでですね。さらに左側にフラグが4つ立ってる。ってことは、行かなきゃいけないってことか。まだです。左側になんかある。
聞いてくれ。ああ、困ったもんだね。ああ、まあ先へ進めない。どうせ一人になります。怖い怖い怖い。これは何？葬儀場？なんだろう。よかったね。幽霊？誰かは見なかったか、誰かへ聞こう。ここはまだ、行ってもどうしよう。何もないな。また、通過。すみません、いませんでした。そっか。なんかでかいな、メイン通り。ここもなんか行ける。あ、ここも宿舎に向かうのか。ここで行き止まりじゃなかったっけ。あ、なんかある、道が。出会い通りっていうのもあるんだ。行ってみよう。うん、白子もいる。これは？いらっしゃいませ。どの商品もお値段通りの効果です。なるほど。今656持ってるよね。もう一個買っとくか。まあここまで。お値段ど。ごめんなさい。ひどい。まだあるでしょ。いや、ナビを隠すぞ。ファン通貨。お、誰？え、メイン通りに戻っちゃうやん。もう一度振り合い通り戻らないといけないか。これ行かないとフラグが立たないのかも。なんだこいつ。みっけ、私もやってみよ。確か空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージ。やるのかい。やめろ。ですよね。自分までサイキック能力目覚めるやろ。なんで止めんのさ。目覚めるなら二人目覚めておいた方が戦うのに有利だろ。同じチームにサイキックが二人おったらキャラかぶりすんね。確かに。一人で十分やろ。二人いた方が便利だって。まだやんのかい。うちのアイデンティティや。奪おうとすな。
っていうのにアイデンティティとか気にしてる場合じゃないだろう。サイキッカーは多い方がいい。せやから瞑想すな。サイキック能力目覚めてまうやろ。目閉じるな。開け。開きっぱなしで。めっちゃ目乾くじゃん。そんなん知らんわ。ああ、なんでこんなやつに瞑想教えてもうたんや。まあ、うちほどの素質あるわけあれへんけど。と思うだろ。だったらいいじゃん。そうだな。せやから瞑想すな。自分はロッカー。うちはサイキッカー。それぞれの得意分野で住み分けろや。ロッカーであり、サイキッカーでもありたい。贅沢がすぎるわ。自分がロッカーでありサイキッカーにもなったら、うちはサイキッカーだけやから影が薄うなるやろ。めぐみんもロッカーになればいい。同じチームにロッカーでありサイキッカーでもあるキャラが二人もおったら、キャラかぶりしてどっちも目立たんなるやろ。ならないって。ほな泉もロッカーにしてサイキック目覚めさせて、ハッカー技術をうちらもなろて、三人がロッカーでサイキッカーでハッカーになったとしたらどうや。ややこしゅうて子が死ぬやろ。主としてはめっちゃ強そうじゃん。そうかもしれん。例えが悪かった。まだやんのか。せやから瞑想すな。瞬きだよ。長いわ。待て待て、なんで自由時間にこんな疲れなあかんねん。冷静になれ。冷静になってこんなやつ見なせ。一人になりたいんや。どっか行ってくれへんか。わかったよ。嫌がってる。クリアです。クォーツをたくさんもらえる。これで夜は終わりですね。夜1話。お？メグミンを誘ってお風呂に行こうかな。おお、もちろん誘う。メグミン、一緒にお風呂行かない？いつの人に誘うの？優しい。やったね。なんでそんなスタイルええねん。ロッカーはもっとゴツゴツしとるやん。だったらあんなに。最近はスタイル大事やもんな。いいから知ってるじゃねえか。うん、くびれとか最高。西じゃ美少女サイキッカーで名を馳せてたんでしょ。そうや、ファンも今日3おったね。でも胸はユッキーの方が大きいな、うん、ユッキーは無駄にすごいな、うん、褒めるんやったら褒めきれ。中途半端に終わんな。めぐみんも十分色っぽいってば。もうええわ、先に出るで。一日だったな。何この生活辛い。ダメポ、海軍も厳しかったはずだろ。あとネットスラング使うな。ねえ、気づいてる？何だろう。ん？何に？私たちの共通点に。お？なんだよ。あー、ナビ、そっち行っちゃダメ。おっと、危ない。気をつけなさい。二段ベッドまでひとっ飛びだなんて、どこにそんな力があるのかな。そうね、このブヨブヨしたところ、筋肉は裏切らない。筋肉なのかしら。それは気持ち悪い。じゃあ歯磨いてくっか。口の中の菌もやっつけてしまいましょう。それも大事ね。そうしましょう。話の途中。
した？情報員、お前話の続きはどうした？え？ナービーが飛んできてかわしたくらいで忘れるな！重要な話の途中だったろ！歯を磨きたいなら話を終わらせてから行け！せやかて、夕飯ニンニクの入ったパスタやったからな。ミオワンくん？どれどれ？くんくん。やめてよ。なんや、ばあちゃんちの匂いがするわ。え、そんなカレー臭のようなものが。あ、またナービーが。おっと、危ない。おとなしくしてなさい。え、ナービーもピカピカに磨いてやるか。うん、うん、それがいい。私も一匹抱いていくとします。早く行きましょう。来るバーカー、許してやってくれよ。これでもこいついいところもあるんだよ。だから私をかばうなよ。怒ってんのはその私だよ。で、結局なんなん？情報員話せよ。共通点が見つかったんだろ。ねえ、気づいてる？さっきも言った。そこから言い直すのか。ん？何？私たちの共通点に。いや、なんだよ。私たちはそれぞれ何かに特化した天才なのよ。それだけはないわ。うちらは天才やけど、東条はどないな？盆栽やないか。言いづらいことをズバッと言ったな。あなたね。なんや、ナービーの目が綺麗か。うん、綺麗。何か一つでも自信を持て。こっちまで哀れになってくるから。きっとお前にも何かあるはずだ。そうね、そうよね、あるはずだよ。うん、母親が天才だった。でもある日唐突に事故で死んだと言われて。なんかそんな、おいおい、今のも回想なんだ。どんな事故かも知らなかった。だったらそれを誰から聞かされた？軍のお偉いさんに。セラフの実験台にさせられたんじゃないの、エヴァのあれみたいに。亡骸にも合わせてもらえなくて、遺品として渡されたのはこのネックレスだけ。そもそも事故ってのは嘘で、うん、本当は、本当は考えたくねえけど、まさか軍が。だから私は戦うだけじゃない、母親の死の真相を追いたいの。手伝うよ。本当？軽く言ってる気がする。唐突に亡くなってただでさえ辛いだろうに、さらにそんな謎を突きつけられるなんて理不尽極まりないからな。ルカさん、お前にしてはまともなこと言うな。ユッキーもそう思わない？そうだな。しかも私らもセラフを使って戦ってるわけだし、人ごとでもなさそうだ。私も協力するよ。私も。しゃあないな、救世主としてはほっとけんわ。歩くハンドヘルドコンピューターと呼ばれたこの頭脳も使ってください。ハンドヘルドコンピューターっていうのがいいな。 CE ですよ。80年代かな。ここまでかな、今日は。
意外と自由度が低いんだな。これプレイヤーランク上げて4日目をプレイヤーするってことか。バトルしないといけないのか。結局ここら辺は自動で戦います。みんな冷静にな。このアングルからならどうでしょう。この流れに乗ろうぜ。ユニは勝てねえ。これでどうだ。やりましたね。すごい傷んだお玉。お、達成度が2。行くしかない。なんか塔だなこれ。何このちっちゃいやつ。このアングルからならどうでしょう。この流れに乗ろうぜ。いい構図です。もらった、無傷で終わらせましょう。エネルギー、ブラボー。真ん中倒した。そんなにダメージ食らうんだろうな。大島ニーナレベルアップ。どこまで行くんだ。
ません、まだまだですね。一気に畳みかけようぜ。それでは相手の姿勢は崩れません。これ一体だな。倒した倒した。クリアランクがレベルアップした。まだなんかありそう。まだいけるね。え、これってどこまであるんだ。なんだろう、出ないとどうなんの。ストーリーを進める必要がある。ここまでですね本日。強化本でも全然高い。15万か。 IC イロハの全能力プラス5は、いや GGP が聞きたい。今度はガチャポイント。ああ、なるほど。何これ、帰って言ってるようなもんじゃん。あ、なくなった GGP が。フェスバトル、まだいけない。え、でもここ行くしかないんじゃないの。詰んだ。こっから先に進むことできないと思い込んでたんだ。え、どこへ、どうするんだ、どう進めばいいんだ。時計台はさっき言ったよな。なんて？時計台行くしか方法がない。でももう行ったよな。え？詰まった？
え、なんか変わってる主人公の力が。レボリューションが習得できた。ヤッコはどうだ？マックはまだです。これ主人公の SS が手に入ったってこと？あ、例えば他の人もあげられるのか、サイキッカーとか。ホームに戻れって言ってんな。戻りましょう。よかった、そういうことか。で、全員ホームに多分次行けるんだろうな。なるほど、ストーリーがこれ解放されるんだ。1840、ガチャはまだだな。まだできない。あ、強化育成はそう、時計塔でやれるんだ。そういうことか。ということは次はデイ4からってことですね。はい、ここまでということになります。ちょっと長くなりましたが、ここまでです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッター、ツイッチございます。それらのリンクアクセスしてみてください。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ヘブン・バーンズ・レッド、遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。